キングスレイヤー作戦について説明する。作戦遂行地域はボリビア。鬱蒼としたジャングル、雪山、塩原がある。死にたくないなら不意打ちには注意して。標的は麻薬カルテル、サンタブランカ。奴らは恫喝と暴力で人々を支配している。その組織を内部から壊滅させてほしい。その機能の全てを、つまり製造、密輸、支配力、セキュリティを徹底的に叩き潰して。手段は問わないわ。標的の選び方も、そいつらを始末する方法もあなたに任せる。頭脳を働かせ、敵の動きと策略を見抜き排除して。この作戦の着手に際して、カルテルに雇われたユニダットという部隊との戦闘は避けられない。そいつらは地元の反抗勢力カタリス26と敵対している。覚えておいて、資金と装備を求めている彼らは強い味方になるはずよ。明晰な頭脳と戦略が必要になる。誰かが助けてくれるなんて思わないでね。利用できるものは何でも利用して。武器や乗り物も支給されない。現地で好きなものを調達して。攻略本なんかどこにもないわ。あなたたちは一人一人が優秀な戦士よ。けど力を合わせることで軍隊にだって勝てる。あと忘れないで、ゴーストは存在しない。サンタブランカを壊滅させた英雄の正体が公にされることはないわ。痕跡は残さないで。咀嚼面です。ということで、なんかいきなりムービーが流れたんで、ちょっと思わずマイクをオフにして録画するっていうね。めちゃめちゃ目立ってるけど大丈夫か。ということで、そう、もう実はこのラユリとエルポリトが支配してた地域が、まあ、この突発ミッションだけ残ってるけど、もうこれ以外全部もうやってるね。大丈夫かな、ちゃんと取れてるかな。何ここ、すごくない。あ、間違えた。久しぶりにやったからボタン忘れちゃった。これお墓。あ、ちょっとやめて、壊しちゃった壊しちゃった。おいおいおい、急な動きするなって。これなんかある。ああ、やべ、花が吹き飛んじゃった。これは、ああやべ、また壊しちゃった。もう死者に冒涜しまくってんな。ここ何ある。ああダメだ、ここ触れるものみんな壊してるなこいつとりあえず向かってこうね。なんか収集系あるかなと思ったけど、特にないみたいなので、急いで行きましょう。ヘリコプターがあればいいんだけどな。ヘリコプターないみたいなので、じゃあこの車で行こう。こっちで本当に合ってる。まあ一応合ってる。敵いそうだなこの辺。ボーマン、こちらの窓、オコロに着いた。何か情報はあるか。オコロはコカイン生産の中心地。エルヤヨが築いたそのネットワークはサンタブランカ創立の10年以上前からある。エルヤヨがカルテルの生産責任者になった時に、エル・エミサリオと呼ばれる彼の孫にオコロを譲ったの。エミサリ？彼はほとんどそこにはいなくて、商売が円滑に進むようスクレの政治家と付き合ったりしてる。本来の仕事じゃないけど、人当たりの良さを生かして祖父を喜ばせたいみたい。順調に進んでいる限りエルヤヨも黙認してる。実際ネットワークがうまくできてるから手を入れなくても回るのよ。あとは必要に応じてエル・エミサリオの助手が対応してる。そこでオコロの生産現場に関する情報を集めて混乱を引き起こすのよ。そうすればエル・エミサリオはおじいちゃんにバレる前に何とかしようとオコロに戻ってくる。
そこを捕まえて、今度はエルヤイを捕まえるために利用する。へぇ。ノーマンからデータが送られてきた。エルエミサリオに関する情報らしい。あ、もしかして今さ、このエリアに入ったから、多分ここ通るときにここに入ったから、そう、このエリアの情報を教えてくれたんだよね。オコロっていう場所の。あー、まあ別にこれだからどこのエリアに行っても別にいいんだね。じゃあオコロ行くのもありかな。ビデオが出たんでちょっと見てみよう。エルヤヨのことは知ってるわね。ボリビア人としてはカルテル内で最も位が高い男、コカイン生産のトップ。でも孫のことは知らないでしょ。そうだね、生産。ゴンサロ・ヤナ、別名エル・エミサリオ、死者ってこと。ヤヨはエミサリオに全てを教え、南米最高の粉の作り方、地元のボリビア人との付き合い方、何よりサンタブランカのボスたちとの接し方。エミサリオはヤヨを敬ってる。認められるためなら何でもするはず。だからエル・エミサリオが格好のターゲットになるってわけ。彼が何より恐れてるのは祖父の顔を潰すこと。オコロのコカイン生産を妨害すればきっと駆けつけてくる。その時に拉致するのよ。ついてれば親愛なるおじいちゃんのことを洗いざらい話してくれるかも。ああ、尋問してる感じかな。じゃん、なるほどね。じゃあちょっとこのなんか救急車みたいな盗むやつやったらすぐそこ行こうか。おっと、こういう感じでね、パワースライドしていくと、ちょっとあんまりうまくいかなかった。ヘリコプターもあるぞ。ちょっと、あ、これ敵じゃん、敵。蜂の巣をつついてしまった。蜂の巣ついてしまった。っ、蜂の巣っていう割には1体しかいなくね。あ、いた。まだいる？声聞こえるぞ。上か？いた。ここにカルテルのメダルがある。どこかのシカリオが悲しむだろうな。よし、メダルもあったぞ。リロードして、で、弾をもらって、ちょっとメダル取ろうね。俺の制服に合うと思うか？まあ、制服着てないの。連中のコカイン生産ラインに関する説明を頭に叩き込んでおけ。トップはエルヤヨとラッグリンガ。ヤヨはボリビア人で、元はコカ農家だったが、今はコカインを作ってる。グリンガは名誉を捨てた科学者みたいだな。カルテルに加入する前はボリビアの NGO で働いてた。またビデオが。ボリビアのコカの葉に囲まれ、エルヤヨは育った。歩けるようになるとすぐに畑に駆り出された。手に豆を作り、腰を痛めながら何十年もの間、ヤヨはコカの葉を摘んできた。だがその歳月の間、一度としてコカインを作ろうとはしなかった。ヤヨにとってコカの葉は8000年前から続く古い伝統だった。薬であり、文化であり、神聖な植物だった。だがアメリカ人はそう考えていなかった。奴らは実行したのだ、薬物撲滅計画を。日本のあれだね、大麻の話。ヤヨは農民でしかなかった。コカ農家としての彼の世界は崩壊した。追い詰められたヤヨは絶対にしないと誓った行為に手を染めた。そう、コカインの生成だ。あ、作ることにした。結局アメリカ人はコカインを撲滅させようとして、史上類を見ないコカイン生産所を生み出した。麻薬戦争になっちゃう。まあ、絶対敵はいるだろうね。車で行った方がいいかな。ちょっとヘリコプターでちょっと行こうか。距離があるから。ヘリを使って効率的に行こうね。俺が操縦する。さあ、みんな早く来るんだ。なんだよ、俺には運転させないってのか。いや、お前運転し、運転してくれるものならしてほしいんだけど。むしろ敵のキチキチ的な感じだね。じゃあちょっとこの高台に着陸させて、こっから狙撃したいね。狙撃銃持ってくればよかったな。マシンガンと、なんだっけ、あれしか持ってきてないから。
や今回双眼鏡も駆使して。サブマシンが思った仕掛けが。奴らの発電機があるぞ。発電機があって。双眼鏡もあのパワーアップしてズーム力が上がったんで。サブマシンが思った敵がいるぞ。見つけた。検問所の付近。同じやつ見つけてるでしょ。まだいる？え、ちょバレそうバレそう。どこ。ドローンだぞ。やっぱドローン、物陰に隠れてドローンの方がいいね。ドローン出して。待て、奴らに見つかる。え、見つかるとか言ってて大丈夫？ここにいたらもうバレないでしょ、どう考えても。敵が、あとどこにいるかだよね。めちゃくちゃ敵いるはず。早く目標を取りたいんだけどな。この中には敵いないんだけど。あ、ちょっと信号が。やめて。いいね。こんなもんか。高度下げてね。高度を下げて。めちゃくちゃ敵の陣地の中飛び回ってる不審なドローンがいるけど誰も微動だにしないっていう。こっから狙撃できんじゃないかな。微妙だな。配置につく。マーキングしてもらおうか。了解。ターゲットを捕捉。ここは位置を変えた方がいい。じゃあ変えて。あとこっちはこっちにいたっけ。ターゲットを捕捉。ターゲットロスト。ダメみたいだね、あそこは。狙いやすい位置を探す。3体あと1体ぐらいいれば俺が銃で撃って合図にするんだけど。戦闘準備完了。ちょっと見つからないようだな。あそこにいんじゃん、あん中。あ、いないか。じゃあマヌケどもにお見舞いしてやる。よし、当たった。いいね。危なかった。危なかった。機銃を確認。機銃？どこ？え、なんかバレてる。なんでバレた？マジで？あ、こいつやばい、こいつ。敵来てんな。こっちに敵来てる気がする。違う。もうバレてるね。あれもこっちに向かってきてるぞ。バレた。どこ。もうここは安全じゃないな。じゃあヘリコプターに乗って場所移動しよう。行くぞみんな。おっと、急ぐんだ。ちょっと乗り込む前に離陸しちゃったけど。これさ、めんどくさいからヘリコプターで機銃で撃っちゃう。でもまた見失いかけてんのあいつらバカだ。むしろあの上に着陸して、いやでも難しいんだよね着陸が。この真上にさ、真上に飛び降りてパラシュートで落下傘降下しちゃおうか。目的地間違いない。うわ、全然違う。ちょっと全然違います。ここヘリコプターがもう使い捨てになってくからな。バレる。危ない。いろいろ使おう。地雷使っちゃう。地雷はでも対車両っぽいよね。とりあえずこれ投げとこう。シミュレーターを試そう。これで敵があの音に引きつけられるはずなんで。どう？この辺にもいるよね。で、そこからドローン出して、まだあの発電機なんとかしたいな。声がすごいするんだけどね、姿が見えないんだよね。いるじゃん、この。さっさとやっつけよう。あれはちょっと頭が見えないから、当てれない。こっちにカルテルのメンバーがいる。どこ？近いな。とりあえず、マーキングだけにしておきたいけど。みんなホップしてるの、仲良く。あのスナイパーちょっとやっつけたいの。壊して。で、これ壊せばもう仲間呼べなくなるから。で、あいつらを混乱させちゃうみたいな。大丈夫かな。外側にはいない。仕留めれるか。いける。スナイパーライフルもあるな。
とスナイパーライフル一回借りて、このスナイパーライフルってさ、敵から拾ったスナイパーライフルって、いじることはできないんだね。ってことはサイレンサーとかサプレッサーがない感じだな。あ、でもちょっと待ってよ。ちょっとなんで構えれないの。なんかおかしくないこれ。ちょっと待って、なんか急に動けなくなったんですけど、どうしたちょっと待って。なんかね、あれちょっと今明らかに主人公動けないんだけど、なんだろう。あ、治った、よかった。今ね、マジで固まってたんだよね。ここにいるやつはやっつけてもらえるから。あと、この辺の、あれもマークしてるでしょ？この辺にまだいると思うんだけど、どう？もういない？めちゃめちゃ建物の中ドローン入ってきてる。あれ、いないな。いないのにオレンジの印がついてるってどういうことなんだ。まあ、とりあえずちょっとスナイパーライフル使ってみたいよね。じゃあまあいいや。まああれ狙えねえな。倒したの。いいね。見つかっちまうぞ。下がれ。オッケー。じゃあこれちょっとやっぱ使いにくいんで。あれ？ちょっと待って、自分の銃どこやった？あれ？消えちゃった？もしかして。どうやら消えちゃったみたいだな。OK。じゃあ行こう。ハンドガンで。一定時間すると消えちゃうってことか。とりあえず、この辺のなんか物資とかも集めつつ、拾っていこうか。シカリオがいる。見えない。拠点の入り口付近だ。見ろと。まあ無能なんで、ちょっと見つけてくれ代わりに。この辺大丈夫か。よしと。ハンガルの後で取りに来れるように物資に目印をつけておこう。大事。あの辺のさ、相手らちょっと対処してほしいね。マーキングして。建物の中にいるからな、でもな。マーキングしにくいのかもしれないね。ターゲット確認。ターゲットをまあ狙えない。いつでも行ける。狙えないか。確認した。とりあえずあいつらマーキングしとけば。ターゲットロスト。やべってなった時にね、こっちで合ってるよね。ターゲットを捕捉。クリアだ。あ、ちょっと弾。了解。ターゲットを捕捉。ここでね、ちょっとあの元の武器に戻しておかないと。これにしようか。ちょっと、あ、でもこれサプレッサーついてないよ。あ、でもちょっといいや。とりあえず。まずこれ戦闘準備完了。ターゲットロースト。なんかうまく狙えてない感じがするけど。ターゲットはいない。繰り返す。ターゲットなし。いいよ。とりあえず先に。ドキュメント。ターゲットを逃がした。はるばる来たっていうのに。ターゲットを発見した。ターゲットロスト。ターゲットを確認した。スキルポイントの位置。そんなに大変なの？サプライエード、どれにしよう。狙えない。スキルポイントにしよう。ターゲット確認。このエリアの結構あるね、スキルポイント。じゃあなんでまだここにいるの。ドイツに来ない。新しいことが見つかるまで私はハインリヒと暮らすとか。これもまたあいつらの。ターゲットを逃がした。あれじゃん。あれだ。あれ欲しいんだ。了解。いやでもちょっと無理だな。繰り返す。ターゲットなし。今ちょっと先にこれ取ってからやる。サンタブランカカルテルのシカリオにダグリンガってニックネームまで付けられた。カルテルで正確。とりあえず。誤解のことでしょう。ダメよ。次のやつなんとかしたいな。ここを離れるなんて無理よ。ターゲットを確認。ターゲットを逃がした。ターゲット確認。ターゲットを逃がした。うまく狙えないみたいだね。ちょっとこのターゲットがうんたらって言ってるやつなんであんまり聞き取れなかったけど。じゃあ今ターゲットロスト。狙えない。ちょっと何やってんの。ターゲットを発見した。
了解。ターゲットを確認した。ターゲットを逃がした。あれだけ金があるのにしょぼいメダルだな。ターゲット確認。こっから撃てんじゃん。仕留めた。あいつ失敗したでしょ。出てくるか。よし。よし、大丈夫だ。これ何？ああ、墜落したヘリか。で、これだ。目的の物があったよ。スマホで撮るの？おい、オコロの屠殺場を改造して作ったコカイン工場の位置が分かったぞ。何をもともとしてるん？見つけたね。ここだ。探しに行こう。一つ問題がある。工場の扉を開けるにはコードが必要だ。どこで手に入るんだ？エルエミサリオの助手が持ってるようだ。こいつを見つけるぞ。ちょっとずつこの解明していく感じ、ね、あ違う、あ、やばいやばい、バレるバレる。ドローン展開。この中にいるってことか。一体だけか。この中は。お、なんかここ面白そうだね、ゲームセンターみたいな。お、いるぞ。あ、ババアだ。いたいたいた。また敵だ。配置につけ。よし、これで。で、あそこのやつは殺そうね。了解。ターゲットを捕捉。やった。やった。シンクショット成功。いいね。結構サプレッサーなくても、シンクショットで目撃者ごと排除しちゃえばいいっていうね。よし。じゃあ、こんな感じかな。起きてないかだけ違って、何もないみたいな。あ、食らった。さすがに食らうか。前回なんで食らわなかったんだろうな。なんか情報ありそうって言ってんの。調子はどうだ。コーラ、ホヤコーラ、よくわかんない。向こうのコカ・コーラっぽい何か。別に何もない感じかな。そうだな。よし、じゃあちょっと油売ってる暇はないんで。あ、待って待って、物資がここにあるじゃないか。物資、これじゃない。どこだ。この辺に物資があるっていう信号が。あったあったあった、これだ。オッケー。じゃあ行こうか。ちょっと武装だけチェンジしとこう。よし。じゃあちょっとあとはちょっと結構いい時間になってきたんで、じゃあ次回このこれはちょっととりあえずね、追いかけるの大変なんで、さっき得たヒントとかをね集めていく感じにしようかな。どこだっけ？あ、これだ。これをやっていく感じにしようね。じゃあ、次回ね。じゃあ、またな。